ですからもう階級も何も言いません。器量もどうでもいいとします。偏った性質でさえなければ、真面目で素直な人を妻にすべきだと思います。その上に少し見識でもあれば、満足して少しの欠点はあっても良いことにするのですね。安心のできる点が多ければ、趣味の教育などは後からできるものですよ。上品ぶって、 恨みを言わなければならぬときも知らぬ顔で済ませて、表面は賢者らしくしていても、そんな人は苦しくなってしまうと、凄文句や身にしませる歌などを書いて思い出してもらえる材料にそれを残して、遠い郊外とか全く世間と離れた海岸とかへ行ってしまいます。子供のときに女房などが小説を読んでいるのを聞いて、 そんな風の女主人公に同情したものでしてね。立派な態度だと涙までもこぼしたものです。今思うと、そんな女のやり方は軽調でわざとらしい。自分を愛していた男を捨てておいて、その際にちょっとした恨めしいことがあっても、男の愛を信じないように家を出たりなどして、 無用の心配をかけて、そうして男を試そうとしているうちに、取り返しのならぬ羽目に至ります。嫌なことです。立派な態度だなどと褒め立てられると、図に乗って、どうかすると甘なんかにもなります。その時は汚い未練は持たずに、すっかり恋愛を生産した気でいますが、まあ悲しい。 こんなにまで諦めておしまいになってなどと知った人が訪問していい、心底から憎くはなっていない男が、それを聞いて泣いたという話などが聞こえてくると、召使いや古い女房などが、殿様はあんなにあなたを思っていらっしゃいますのに、若いお体をあまになどしておしまいになってほしい。こんなことを言われるとき、 短くして、後ろ好きにしてしまった、額紙に手が入って、心細い気になると、自然に物思いをするようになります。忍んでも、もう涙を一度流せば、あとは死中泣くことになります。身弟子になった上で、こんなことでは、仏様も未練を、お憎みになるでしょう。俗であった時よりも、 そんな罪は深くて、かえって地獄へも落ちるように思われます。また夫婦の縁が切れずに、甘にはならずに、夫に連れ戻されてきても、自分を捨てて家出をした妻であることを、夫に忘れてもらうことは難しいでしょう。悪くても良くても、一緒にいて、 どんな時もこんな時も許し合って暮らすのが本当の夫婦でしょう。一度そんなことがあった後では真実の夫婦愛が帰ってこないものです。また男の愛が本当に冷めている場合に家出をしたりすることは愚かですよ。恋はなくなっていても妻であるからと思って一緒にいてくれた男から これを機会に利縁を断行されることにもなります。何でも穏やかに見て、男に他の恋人ができた時にも、全然知らぬ顔はせずに、感情を傷つけない程度の恨みを見せれば、それでまた愛を取り返すことにもなるものです。浮気な習慣は妻次第で治っていくものです。あまりに男に自由を与えすぎる女も、 男にとっては気楽で、その細君の心がけが可愛く思われそうでありますが、しかし、それもですね、本当は関心のできかねる妻の態度です。繋がれない船は浮き歩くということになるじゃありませんか。ねえ。中将は頷いた。現在の恋人で、 深い愛着を覚えていながら、その女の愛に信用が持てないということは良くない。自身の愛さえ深ければ、女のあやふやな心持ちも直して見せることができるはずだが、どうだろうかね。方法は他にありませんよ。長い心で見ていくだけですね。と、当の中将は言って、自分の妹と源氏の中は、 これに当たっているはずだと思うのに、源氏が目を閉じたままで何も言わんのを物足らずも口惜しくも思った。様の神は女の品定めの審判者であるというような得意な顔をしていた。中将は様の神にもっと語らせたい心があって、しきりに相づちを打っているのであった。 まあ、他のことにして考えてごらんなさい。差し物詞がいろいろな政作をしましても、一時的な飾り物で決まった形式を必要としないものは、洒落た形をこしらえたものなどに、これは面白いと思わせられて、いろいろなものが次から次へ新しいものがいいように思われますが、本当にそれがなければならない道具というようなものを上手にこしらえあげるのは、 名人でなければできないことです。また、絵所に幾人も画家がいますが、石上の絵の描き手に選ばれて大勢で出ますときは、どれが良いのか悪いのかちょっとわかりませんが、非写実的な宝来さんとか荒海の太陽とか、殻にしかいない恐ろしい生き物の形とかを描く人は、 勝手放題に誇張したもので人を驚かせて、それは実際に遠くてもそれで通ります。普通の山の姿とか、水の流れとか、自分たちが日常見ている美しい家や何かの図を射精的に面白く混ぜて描き、我々の近くにあるあまり高くない山を描き、木をたくさん描き、静寂な思い木を出したり、 あるいは人の住む屋敷の中を忠実に書くような時に、上手と下手の差がよくわかるものです。字でもそうです。深みがなくて、あちこちの線を長く引いたりするのに、技巧を用いたものは、ちょっと身が面白いようでも、それと比べて、真面目に丁寧に書いた字で見栄えのせぬものも、二度目によく比べてみれば、 技巧だけで書いた字よりもよく見えるものです。ちょっとしたことでもそうなんです。まして人間の問題ですから、技巧で面白く思わせるような人には永久の愛が持てないと私は決めています。公職がましい多情な男に大思いになるかもしれませんが、以前のことを少しお話しいたしましょう。 と言って、様の神は膝をすめた。源氏も目を覚まして聞いていた。中条は様の神の味方を尊重するという風を見せて、頬杖をついて正面から相手を見ていた。坊様が過去未来の道理を説法する席のようで、おかしくないこともないのであるが、この機会に各自の恋の秘密を持ち出されることになった。